学館ライトノベル大賞は、小学館が主催する公募新人文学賞である。同社のライトノベル系文庫レーベルである、ガガガ文庫、ルルル文庫の立ち上げに伴い2006年より開催され、2007年4月に第1回受賞作品が発表された。受賞は、選考委員の合議によって決定され、受賞者には、大賞200万円、ガガガ賞及び、ルルル賞100万円、佳作50万円、期待賞10万円プラス2万円12ヶ月が授与される。また、対象作品は、ガガガ文庫、または、ルルル文庫より刊行され、ガガガ賞、または、ルルル賞、佳作の受賞者は、同レーベルからデビューする権利を得られる。2016年4月26日、小学館ライトノベル大賞ルルル文庫部門の現行募集を中止することが発表された。以後、ゲスト審査員の他に、ガガガ文庫編集部が加わる。謝辞、黒字は、未刊行。後に、シリーズ化された作品については、受賞作の刊行時サブタイトルは割愛している場合がある。また、最終選考者中でデビューした作家については、本表より割愛している。謝辞、黒字は、未刊行。後に、シリーズ化された作品については、受賞作の刊行時サブタイトルは割愛している場合がある。また、最終選考者中でデビューした作家については、本表より割愛している。ありがとうございます。